西さんお疲れ、福ちゃんお疲れ、午後スプマンテさんかわいい、ありがとう。あ、なんか月からお迎え来ちゃった。やめて、私を迎えに来ないで、まだ地球にいたいわ。しゅんさんお疲れ、おみかんさんお疲れ、ジノラゴさんカップアイス、ゼータンハート、たかしんさんことわり、ダーソクさんハート、しんいちさんお疲れとカップアイス、しゅんぼうさんハート、まうなさん小判、あきもさんおことわり、アルテミスさん、ガトーショコラさん、しんいちさん、すすきみつさん、ダーソクさん、すすきありがとう、としさん、こうじさんハート、こうさん、だんご、かめさん、ミラボール、ミラボール、ミラーボール、やすおくん、花束、じんらいさんお疲れ、こうさん、いっくん、ふくちゃん、すすきありがとう、じんらいさんもありがとう、あかしのかねじカップアイス、めっちゃきのこさんカップアイス、りんたろうさん、コウジさんハート、スカイホエールさんススキ、あきもさんカップアイスありがとう、ひろっちさんススキありがとう、やっほー。聞いてください、今日まつげめっちゃ上がってんのに二重幅がめちゃくちゃ不調で、二重幅が不調すぎて、今はねマシなんですけど、今日ずっとこっちのまぶたがこんなめっちゃこんな重たくて、自撮りが一個も漏れなかったからね、もうねショック。こんばんは。今日はね瀬戸内のある場所でロケをしておりました。また解禁されたらお知らせしたいと思います。今日はいろんなことに挑戦しました。わー、こんばんは。高文さん、レインボースター、桜の坂さんハート、 BD マンさんカップアイスありがとう。ほほほ、クックさんカップアイスありがとう。そう、今日木さんと一緒だったよ、ずっと朝の5時、朝の5時半ぐらいからさっきまで9時半とかまで、12、13、14、15、16、16時間ぐらい今日大木さんといた。いや、それはいなかった。大木さんとは途中で別々に分かれてロケでした。だから14時間ぐらい。こんばんは。もかじさんハートありがとう。しいちさん、すすきありがとう。沖さん、久々にこんな喋ったって思った、沖さんと。アディクテッドトゥーユーさん、すすきありがとう。ロケの話はね何もできないからね、また解禁されたら言いますね。解禁されたらちょろっと話して、放送されたらまた話してってするね。だからね、こういう時のさ配信って難しいんですよ。今日一日会ったことを喋りたいけど全部ネタバレになるから、ロケのこと何一つ言えないっていう。あとコンサートとかの前のリハーサルとかも、今日こんなことがあってとか言いたいけど全部さネタバレになるから何も言えなくて、話すことがめちゃくちゃあるのにないみたいな状況になるですね。かずきさんカップアイス、藤岡猫にゃーさんハートありがとう。日焼けしそうなロケ、誰に聞いたのそんなこと誰が言ったの。今日エス食べてないんだよ。そのメールをさっき送ったんだけど22時過ぎてたらしくて送信できなかったって、さっきマネージャーさんから通知来てた、配信中に。22時を過ぎてました。イエーイ。今日ね、いつもアイスを見つけるとパセリに報告してくるマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、一人パセリアイスあったよって言って、お先アイスあったよって言うマネージャーさんがいるんですけど、今日その方が担当でロケで、ロケの合間に寄ったところでご当地アイスみたいなのがあったんですね。それが結構午前中の序盤のロケで言われて、いやでも今食べたら午後からとか
もしさお腹冷やしたりしたら大変だしなと思って、しかもその時お弁当も食べてすぐだったからちょっとお腹いっぱいだしなと思って我慢したんですよ。我慢したら今日アイスゼロ個になっちゃいました。アイスゼロです。サノッチさん、アルさん、ススキありがとう。マスク依存症さん、カップアイス、まこばやさん、ハートありがとう。ね、放送される日はちゃんと次こそ確認するわ。前回は知らぬまま放送されてました。滝福会に放送されてた。こんばんは、まこばやさん、アイス、もちはださん、カップアイスありがとう。でも今日はね、いっぱい食べました。ロケでも食べたし、移動中にマネージャーさんが買ってきてくださったタケノコの里をボリ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 食べてました。だからアイスの代わりになった。車酔い大丈夫だったよ。今日朝からずっと車だったんですけど、十何時間とかずっと車で生きてたけど、もはやここが住処かなってぐらいもう居心地よくて、もうすっごいくつろいでたけど酔わなかったです。でも怖くてさ、酔いそうで、お昼食べた後に朝早くに飲んじゃったんですよ、酔い止めを。だからお昼の食べた後にもう一回飲んどいた。一応消化されちゃったかなと思って。アンバさん、カップアイスありがとう。コーラさん、カップアイスありがとう。そう、なんか今日顔がガリガリなんだよね。ね、なんかさ、わかる？ここ伝わりますか？ここがなんかさ、今日思った、多分いっぱい動いたからだ。もういっぱいね、ちゃんとね、なんていうの、ポカリ的なやつ、塩分とか入ってる系のやつとかちゃんとロケの合間に飲んだり、あ、スポーツドリンク、そう、それです。もう脳みそが働いてなくて、今口も働いてなくて。あっちゃさん、ありがとう。しーちさん、回復薬。山崎さん、ハートじゃなかった、アイス、うん、アイスをハートに見間違えた。いや、もう移動中寝ました。移動中爆睡したから大丈夫だよ。もう今日はほぼ移動だったから爆睡したし、明日はもう夕方からのお仕事なのでもう爆睡できちゃいます。もういっぱい寝た。ここ数日間の早起きを取り返すかのように寝てた。でも車が倒せないタイプの車でだったから、ずっと直立でこうやって寝てたんですよ。こう首をこうやってちょっと首寝違えちゃって痛い。トシさん、ラブレターありがとう。キムさん、おみかんさん、カップアイスありがとう。え、めっちゃ爆睡しました。もう朝メイク終わってロケ車乗った時からまず2時間爆睡、そっから次の移動1時間爆睡、そこからまた爆睡、もうこまめに爆睡を挟んだから、もうね、写りとか多分もう写りとか寝起き、いやでも分かんないか、そう、もうめっちゃ元気いっぱいでした。今日楽しかった。こんばんは、たくさん寝れた、もう満足ってぐらい寝ました。よかった。そう、最近ね、最近4時起き5時起きがね続いてたから、今月9月はね、瀬戸内のいろんな場所に行きました。今日も瀬戸内のある場所行ったんですけど、もうね、いろんな県行ったんですよ。でもさ、何も言えないじゃないですか、そういうのも。このロケで行きましたとかも何も言えないから、何一つ言えるやつはないんだけど、今月は瀬戸内めっちゃ行ったし、いろんなところの名物とかなんか歴史とかに触れる機会があったので、公開されたら徐々に
話せたらなと思います。ね、嬉しい。私あんまり瀬戸内のロケとか呼ばれないタイプだったんですよ。やっぱ瀬戸内出身じゃないからさ、瀬戸内のこう優先とかでロケとか言うまで良かったから、あの前にあんまり行けなくってっていう話をねしたら、そんなことあるみたいな、スタッフさんにも言われたけど、これから徐々にもっともっと増やせるように頑張りたいと思います。やっぱりさ、選抜メンバーに入ってからお仕事がいろいろ、選抜のお仕事とかもそうだけどさ、なんかいろいろそういうのにも呼んでもらえてる機会が増えた気がするので、やっぱりね PR 舞台とか選抜に入ると、ね、変わりますね。今日の服、これはなすびちゃんのお下がりで2年前にもらったやつです。2年前の誕生日ぐらいの時になすびちゃんがくれたお高いとこのお洋服、お高いなんかあのなんだっけ、トランティアンなんとかなんとかモードっていうさ、前ショールームで話した絶対初見じゃ読めないブランド名みたいなやつのとこのやつを未だに着てます。2年前にお下がりもらって今着てるからもうヨレヨレです。ヨレヨレでございます。山崎さん、いいねありがとう。お疲れ。わらびもっちーさん、ハートありがとう。こんばんは。ね、あ、そう、多分フランス語か何かだった。そう、これ去年もいっぱい来た、今年もいっぱい来た。これはね、今日はデニムなんですけど、スカートとかにも合わせやすくていいんですよ。シンプルに見えるけどなんかレースついてて、ね、いいんですよ。なんかね、見えないけどわかる、この縦のラインが入ってる感じ、シンプルすぎないのがね合わせやすくて気に入っておりますが、もう秋が来るということで、もう気納めかもしれません。もうヨレヨレだし来年はちょっと厳しいかもしれない。ちゃんとこれに上着を羽織っていきました。ちょうどよかった、朝めっちゃ寒かったです。寒ってなった。こんばんは。トランティアンソンドモード、あ、それそれだよ、調べてくれた、もしかして、ありがとう。こんばんは。ふんふん、何にも話せない今日のこと、喋りたい早く、あのこともあのこともこのこともそのことも話したいのに、気温の話しかできないの、なんか辛い。気温の話とかするのなんかさ、いい天気ですねみたいな、なんかそういうあるじゃん、話をつなげるためのやつみたいな、それみたいでちょっと嫌だ、切ない。よしひろさん、カップアイスありがとう。今日は眠すぎるので寝ます。おやすみなさい。おやすみ、また明日。こんばんは。東京の夜も涼しい？広島の夜はどうだったかな。でもさっき上着着てたからね、結構分厚めの上着着てっちゃったんですよ。多分涼しい、でもちょっと暑かった。うっかりあんこさん、お断り、お断り、お断り。リューピンさん、ハートありがとう。しんいちさん、カップアイス。マリンスノーさん、ハートありがとう。こんばんはなんかイントネーションおかしかった、ひき肉混じりのイントネーションだった。どうも。東京蒸し暑さ、蒸し暑さが戻った。暑いな東京。そうなの？でももうしばらく東京行くことなさそうだね。いろいろとフェスとかも落ち着いたし、夏が終わるとさ一気に落ち着くよね。
去年は夏は去年の夏はさ急遽出演みたいなのが多くて、アンダーで代打で出ることが多くて汗汗ってなって、で秋このぐらいの時期はもう PR 舞台のツアーが始まるレッスンでバタバタだったけど、今年はいや今年もかゆめりんさんの卒コンもあるし大阪もあるから変わんないんですね。今年もいっぱい活動できるから嬉しい。暇だとさ悲しくなっちゃうから、毎日毎日何かしら働きたいです。ここで働かせてください。イノキングさん、カップアイスありがとう。シェンさん、レインボースター10個、おっさん、レインボースターありがとう。ありがとう。新潟の感想？もう喋ったからな、もう喋ったよね、新潟。新潟の感想、昨日一昨日の配信でも喋り尽くしてしまった気がする。まるさん、すすきありがとう。ツアーも終わっちゃうし、秋は何を楽しみにすれば、パセリの誕生日、パの誕生日とかどう？秋もさん、鈴木、まるさん、鈴木ありがとう。そうなんかね、昼公演の配信、新潟のやつ全カメラ見れるらしくて、大木さんが見たらしいんですけど、なんかねもう収録されてないと思ってるから、メンバーたちはカメラにレスすらしてないんですよ。私とかもうカメラは漏電トラブルだったからカメラすら回ってないと思ってたから、普通に客席歌割りとかでもいつもカメラを向いて歌う歌割りとかでも、もう客席とかに向かって歌ってたから多分違うと思います。全然夜公演と昼を見比べてもらったら全然違うと思う。同じ曲でも私も早く見たい、まだ見てないんですよね、見たいな。あ、生誕ティー10月2日までです。栗ご飯いいね、栗ご飯。まことさん、ハートありがとう。可愛い3期生、待って iPad で見るわ。陣内さん、カップアイスありがとう。NGT48 ポストさん、すすきありがとう。もう私毎日さ朝も夜も配信するからさ、もうその配信で何でもかんでも喋り尽くしちゃってるからさ、あ、この方だ、スイーズなつきさん、可愛かった NST 祭りの時に可愛いと思った。新井リリノさんとスイーズなつきさん、めっちゃ可愛いと思って見ちゃいました。フレーベさん、すすき、カッチーさん、ハートありがとう。ポストさん、ハートありがとう。
ちんさん、鈴木ありがとう。声も可愛いの？ちょっと今度ショールームとか覗いてみようかね。でも荒井里乃さんがドタイプすぎました。もう可愛かった、めっちゃ。はって目が合った時にもうはぁはぁってなって、絶対気持ち悪いと思われた。お、某ハガキちょうど配信始まる前に切り取り終えて今表を書き終えました。頑張って、ありがとう書いてくれて。山猫坊主さん、カッパイスありがとう。めっちゃ可愛かった。荒井リリノさん、なんかすごい癒されました。わらびもちさん、カップアイス、ジロクお疲れありがとう。ショールームでパセリの話してた。ちょっと今は口がにやけるから抑えてる。目も閉じて。はい、そうだよ、ハガキみんな急いで。このハガキを出すのは今月までよ。いい？わかりましたか。ここの一番後ろのページをこう開きまして、ここにあるこのハガキを切り取って出すんですよ、ポストに出すんだ。りょうちゃん、ハートありがとう。今手元にハサミないから手でみんなに。カッターもない。カッター玄関だ。パセが応募したらみんなのさ確率がもしかすると何か運命が変わっちゃうかもしれないから手出ししないことにしました。何もしないことにしました。あ、上手に剥がせない、無理だった。みんなに見せようと思ったけど無理だった。めっちゃ眉毛が見えてる、前髪が浮いてる。ポンポヨヨン、止めとこ。え、代わりに応募してもらえませんか。お断り。ちょっと保留と見せかけてお断り。ん？アンケート統一の注意事項、4位のパセリは5って記入。あー、統一ね。ここ注意ですね。確かに統一。購入のきっかけとなった記事を選んでください。かっこいくつでも。1表紙、21位石田千穂、32位沖優香っていう感じで、順位じゃないんですね。順位プラス1位で答えないといけないってことですね。注意だね。それは確かに。パセリは4位だったけど、パセリを選ぶ人は5だね。です、大事だ。パセリと思って4人とあかりんさん。でも間違ったと思ってもいくつでも選んでいいから4と5にしたらいいと思うよ。その方式で言ったらもうみんなつけたらいいと思う。でも気をつけてみてください。確かに紛らわしいかもしれない。すごくない？改めて4位ってすごくないですか？今思っても冷静にこのメンバーの中で4位ってやばくない？このメンバーの中でというよりは STU 全体の中で4位。まあ出ます出ないですはいたとはいえ、
4位っていう。私ここにいるんだけど、どういうこと？すごっ、このメンバーにいるのすごっ。すぎょ、はい、たまげた、たまげた、びっくりよ。こんな素敵な写真ばかりで、どういうことなの一体。何事？恐ろしい。髪の毛短いね今より。え、なんかこれ見たら髪の毛あんま切りたくなくなってきましたな。髪切りたいなと思ってたけどさ、5センチだけ切っていいってなったんですけど、5センチ切ったら多分このぐらいの、この時の長さになるんですよね。でもこの時の長さあんま好きくないから、じゃあ伸ばそう、伸ばそう。でもね、伸ばしすぎるのもねっていう。伸ばしちゃおう。で、5センチって言ったらさ、ショールームでは見えてないとこでしょ。ショールームのここの画面より下だから、切っても切らんくてもみんな的には多分分かんないよね。あ、ちかっぱの一般チケ選考受付が本日中。ありがとう、教えてくれて。ちかっぱ祭のこの前のやつで落選したよって方が多かったんですよ。めちゃくちゃ多くて、で私のお友達もね、ノイミーさんのファンをしてる子がいて、ナスビちゃんって言うんですけど、その子ノイミーさんのもう本当のもうガチの全国飛び回ってるレベルのファンなんですけど、ちかっぱ祭のそのいい席のところを取って私を驚かせようと思ったのに外れたって言ってました。だからポセのファンの方も外れてるって言ってたよって言ったら、やっぱそうなのかって言ってて、外れてるって方多かったから、今日の締め切りも忘れずに、教えてくれてありがとうございます。忘れずに皆さん。そう、なすびちゃんマジでもう本当にすごい、あちこちカズのあれか、選ばれし者しか座れないのか。炭酸電池の長さが5センチ。え、めっちゃ短、こんぐらいやん。はい、誤差だ誤差、そんなの。まあでも5センチ切れば毛先が綺麗になるから、5センチ切ってみようかな。今アイス食べました、ありがとう報告。パセリは今日ゼロだから、パーコの分も食べてください。千本桜さん、ハートありがとう。パセは今日ゼロアイス、ゼロ。こんばんは。昨日は2アイス、昨日ビエネッタのカップとジャイアントコーン、ドライヤーの負担減るかな、どうかな。ドライヤーを新調してからもうすぐ1年が経とうとしてます。今年の初売りで沖さんと買ったドライヤー。こんばんは。和友さん、鈴木ありがとう。パって何かしら。パはパセリのパ、パセリっていうニックネームのパです。パ、わ、板チョコの白、
ソタンが食べてたわけ。新しくしたんですよ、ドライヤー課金したんよ。私は今まで1000円ぐらいの、1500円ぐらいのドライヤーを使ってたんですね。もうアマゾンとかで一番安いみたいな、そういうレベルのやつを使ってたんだけど、安さ重視だったんですよ。でもうすっごく乾かないから、すごく乾かないから毎日の睡眠時間も削られるし、髪の毛って長時間濡れてるとなんか良くないらしくて、キューティクルが開いたりして良くないっぽくて、でなんか髪にいい成分が出るやつとかあるから、それもついてた方がいいのかなって。私定期的に美容院でトリートメントとかしないんですよ。だからトリートメントに行く人って月に1万とかかけてるけど、それを月に1万かけてるって思ったら、私は何もしてないわけじゃないですか。だからドライヤーにちょっと課金しても全然全然あのコスパいいというか、元は取れるというか、日頃からのケアが大事だなと思って。月に1回さ美容院で1万円使うのとさ、ドライヤーって毎日するからさ、それでちょっといいやつ使う方がいいなと思って、悩んで悩んで初売りの時に沖さんについてきてもらって買ったんですね、ドライヤーを。そしたらいい感じ、そう、うん、自分への投資だと思って。髪って大事じゃないですか。だからね、そう、去年の、今年か、今年の初売りで買いました。髪の毛、そうよ、美容院に行きなさいって話なんですけどね。ね、もう美穂とか定期的に行ってたから。リサーチャーさん、すすきありがとう。キューティクル、初めてジャイアントコーンの青食べた。そう、チョコなんですよ、青は。私青食べたことなくて。どうでしたか？青って生チョコが入ってるって言うよね、メンバーが言ってたけど、食べたことがないよね、青。ストーチのミニマロンさん、ありがとう。ビエネッタ一箱食い、そうだよ、ビエネッタ、私は STU に入って2019年の冬、レッスン帰りスーパーに寄って、すっごい大きなアイスを見つけたんです。そのアイスがビエネッタで、で見たことなくて、え、すごいって、これを一人で食べていいんだと思って、スーパーで買って、あの普通ビエネッタってさ、分け合って食べるじゃん、普通か分かんないけど、分け合ったりとかさ、自分でさ少しずつ食べたりするじゃん、スプーンとかフォークとかで。でも私はもう最高だ、パラダイスだと思って、箱を開けて袋のこうやって、あのでっかい箱のビエネッタをこうガブッとね、一気にね食べたんですね。そう、あ、そう、業務スーパーとかにあるやつ、そう、めっちゃ最高だよそれ。でも去年の冬にビエネッタをフォークでゆっくり食べてみようと思って、お家で。最高でした、それも良かった。ちびちび食べてたら全然減らないから一生食べれる。わ、最高、おいしいおいしいおいしいって言ってずっと食べれるからめっちゃ良かったです。もうおすすめ、ビエネッタ。なんかね、40周年らしくて、なんかね、あれよ、パワーアップ、バージョンアップみたいな、なんか書いてたよ、ネットニュースで。ビエネッタ離れが進んでるみたいなこと書いてたよ、若者の。だからいっぱい布教しないと。そう、いいねしてたんですよ。見た？おすすめ、絶対に食べてけろ。前髪、あ、そう、前髪切りました。そうです、若者のね、すぐさ、なんか言うよね、若者の
テレビ離れとか言うけどさ、本当にそれは若者なんだろうか。みんなが離れているんじゃなかろうか。若者の〇〇離れ何ですか。他テレビ、ビエネッタ、なんだろうね。でもそんなない気がするけどね。ビエネッタね、箱アイスのコーナーにあるよ。あ、車ね、車ね。あ、七並べ、今週金曜日の13時59分までありがとう、教えてくれて。いけそうですか、このまま走り抜けられそうですか。なんか急にチャート入りのファンの方々がビューンって抜いていかないよね。大丈夫です。七並べ、イエイ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 、焼肉イエイイエイ変な曲作っちゃった。もう焼肉行く気満々だもん、マイカーメンバー。ユミリエンさんの卒業祝いで行きましょう、マイカーで焼肉。ネギさん、ススキありがとう、イエーイ。そうだそうだ、追い越し禁止だ。胃袋開けとこう。スケジュールと胃袋の確保しなきゃ。わーい、まあいいか。今日は、あ、そうだ、みんな七並びやってるよって方、七並びやってますって人いますでしょうか。皆さん今日から一押しガチャ始まってますので、一押しガチャウェディングパセリ引いてください。パセリ引いてねん。ウェディング引けるよ今。やっぱ一押しガチャが一番いいですからね。うん、一枚でも持ってればいい。でも一枚もない人はもう終わり。推しメンのカードを最初に一枚さえゲットできれば、それを設定してガチャで推しメンしか出ないっていうのが選べるんですけど、1枚もない場合はもうそれは積んでます。もう推しメンが出るまで地道に引いて推しを1枚でもゲットするしかない。チャーさん、ススキありがとう。サノッチさん、カップアイスありがとう。ウェディング外れた？そう、ウェディングを弾けると思いきやチアリーダーが出てくるからね。アリムスさん、ススキありがとう。自腹で行くから諦めたって言ってた。その手があったか。そうか、自腹か。よし、ガチャ。いや、推し1枚もらえるかもしれんけど、あれよ、みんな推し編というシステムがあるでしょう。あ、やっぱこのメンバーよりこっちの子のカードでやりたいなとかの時にさ、ちょっと困っちゃうか。困っちゃうよね、推し面ないと。とか2人以上推しがいるんでみたいな人をね、ちょっと最初は頑張って集めてみてください。おみかんさん、アイスありがとう。しんいちさん、小判ありがとう。ウルトラレア、もうなんかさ、なんでもね、単語を聞いたら曲が流れるってことないですか。今脳内でめっちゃ歌ってる、ノイミーさんたちが歌ってる、早口で。おぎはなさんたちが歌ってるわ、脳内で。しおりさん、ススキありがとう。基本割と一途なので、割と割とウェディングパセ見せつけながら七並べしてきました。
見せつけたれ、俺の嫁だぞって言って見せつけたれ、みんな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 、うちの嫁ですって。お断りされてるけど、お断りとか言ってるのに、なんとガチャで引いたら嫁いできてくれました。みんな見ろ、俺のカードを見ろ、そんな気持ちで並べてください。パセはもうシークレット引きました。パセのウェディングシークレット、ソちゃんのウェディングも引きました。ジロ君お断りです。お断り。仮面夫婦です。仮面夫婦やったんか私たちって。そうか、アットマークお断り。めっちゃダサいよ。シェンさん、鈴木ありがとう。あ、今日誕生日おめでとう、おめでとうございます、ハッピーバースデー。お誕生日は9月26日。今日は何の日なんですか？今日何の日か調べてないや。最近さ、おはようメール今日は何の日をあんまりしなくなってるのに気づいてますか？なんか毎年かぶってきちゃって、あ、これ去年も書いたなってやつが続いちゃって、最近頻度をね減らしてる。今日はワープロ記念日だそうです。私のお母さんがワープロ得意です。ワープロ、ワープロ記念日、くつろぎの日だって。米田コーヒーが設定してる。今日はくつろぎ、く、9月のく、つで2、ろで6、くつろぎだって。そして大腸を考える日だって。なんで大腸を考える日かっていうと、日付、数字の9が大腸の形と似ていることと、腸内フローラのフローラがフロー26でフローラで9月26らしい。大腸を考える日、これは森永乳業が設定したそうです。ビヒタスヨーグルトね、語呂合わせてすごいよね。あと今日風呂の日だったよ、26で風呂。風呂の日、お、明日は、明日はね、女性ドライバーの日。大正6年、栃木県の浜辺浜さん23歳が日本の女性として初めて自動車試験に合格し運転免許を取得した。すごっ、浜辺浜さん。明日は女性ドライバーの日だって。ほう、まさっぴさん、だるま、おのおさん、ハットありがとう。そうなんだ。ね、すごいね。ほうほう。28日パソコンの日、なんで？なんでパソコンの日なん？ NEC がパソコンを発売したからだって。昭和54年のこの日、あさってパソコン記念日らしいですよ。
はもう月末か、早いね月末来るの、あっという間だわ。ツアーおるやん。早くない？7月に始まってもう今週終わったらツアーすることないんだよ、あのセットリスト。不思議、不思議ですね。早い。なんか今スケジュールでさ、8月とか7月8月9月見返してるけど、もうずーっと何かしら入ってるもんね。10月はどうなるかな。いっぱいいっぱい活動があるといいな。ねえ、ツアーストーリーなかなかすることがない曲とかあったりしたからな。打ち上げ花火とか、そうだよ、永遠より続くようにとか、そうだよ、ツアーでしか見れないからね。大声ダイヤモンドとか2年ぶりにしたもん。ココアの豆のパセリ、何？ココアさんなんか送った？ココアさんなんかこの前ツイッターにも載せてくれてました。間違った、 X でした。載せてくれてたね。そう、岡村隆史さんポジのパセリ。ツアー終わるの寂しいよパス。未だにさ PR 舞台のツアー終わるの寂しいとか思ってるのに。へえ、何送ってんのココアさん。見たい見たい。何ですか？どんな顔したかな。でもどこで撮ったか分かるよ。新潟のツアーのステージの上でしょ、公演終わりでしょ。そうだよ、ツアーが始まったらツアー終わるんだ。そしてまた新しいツアーが始まってまた終わって、時代は繰り返す。 PR 舞台ね、ツアーしたいよね。サタンさんお断りです。口の動きと声がずれてる。なんで？なんでだなんでだ。電波悪いですか？嘘。こんばんは。AKB 劇場？そうだよね、 AKB さんと NGT さんとこ行ってない。ちょっと待って、マスベイさんバラありがとう。訪れ治った？治ったかな。ただいま。無音になった瞬間があった。そっからずれたかもしれないね。そしたら治った？戻った？あいうえおかきくけこさしすせそう。ただいま、ただいまです。声遅れてない？いけてる？いけてますか？よかった。アメンボ赤いなあいうえお。かは何？かは何ですか？カラスがカーカーかけがけこ。絶対違うじゃん。さ、さ、ささだんごんさーやんにめちゃくちゃ湧いてるさしすせそ。た、た、た、たこ焼き銀だこのカリカリが好み、たちつてと。な
な、なーなー、なんでやねん、何ぬねの、何ぬねの、ろれつ回ってない、な、は、あかさたな、は、は、ハローキティこんにちは、キティはみんなの出来たてのポップコーンはいかが、ハヒフヘホ、ま、満月まんまるまみむめも、や、やー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 やゆよ、ラ、ラン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 ラリルレロ、わ、ワン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 ワオム、ワオム、やゆよ、ワオム、後半適当すぎた。でなんでさ、ヤ行にイとかエとか書くんだろうってずっと思ってたよ。なんでなんでなんでってめっちゃ思ってた、小学生の時。なんかね、ひらがなの書き取りの宿題があって、あ、イウエオのとこでイとエ書くのに、またヤヨヨで書くじゃないですか、イとエ。なんでこのイとエは優遇されてるんだろうって思ってずっと思ってた。また書かんといけんわ、余ってるからかな、有効活用、有効活用しとんかな、いとえ、そのいとえ難しいよね、書くの。そのえの方難しい、ルーから書いていく、このこれ下のこれが難しい、かむずい、わ、ぼ、前世でいいことした。そうか、やっぱ徳を積んだ方がいいよね、生まれ変わるなら。そうだよね、だってさ、生まれ変わったら自分が応援してるアイドルの子供として生まれてくることができる。そうだよ、最高じゃん、そんなねえ。でも怖いな、推しの子、推しの子みたいなことが本当にあったら怖くないですか。推しの子、絵のことルンって呼んでた、かわいい確かにルン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 ってしてそうだけど、ルン、確かにね、わかんないよね。こんばんは、パセリの子に生まれ変わったら、そうだよ、合図ばっか食べさせられてもうなんか壊しちゃうよ。沖さんに育てられたい願望、うん、ないかも。フルーツとか食べたいもん。楓さん、カップアイスありがとう。パセの子、なんかタケノコみたいじゃない、パセの子、パセの子、ミキヤくん、ススキありがとう。そうだよ、推しの子。でもさ、推しの子はさ、もう事情が事情じゃん。自分から望んでとかじゃなくてさ、その自分が応援してるアイドルのためにお医者さんをめちゃくちゃ頑張ったりとかしてたし、守ってあげようとしてストーカーに刺されてるわけじゃないですか。だからね、みんな早まらないでくださいね。普通に今の人生で私を押してくださいね。こんばんは、しんいちさん、お断りです。お断り、
生という名からの映画見に行きたいな、大木さんに聞いたんですよ、どうでしたって、映画面白かったですかって言ったら、面白かったよって言ってたから、もっと見たくなりました。 M さんハートありがとう。面白いって聞いたからね、見たい気持ちがさらにさらに強まった。広島、知ってる場所がいっぱい映ってそうだよね。いやお断り、お断り、明日リリースで、火曜日、明日、うん、明日水曜日か、おお、明日本当じゃん、水曜日じゃん、でも明日はお仕事あるきょん、あるね、いつ行けるかな、大阪終わってからとかかな。ジェリーさんカップアイスありがとう。10月だったらもっと行ける日ありそうだよね、10月とか行けるかな。そう、オキさんとヤンヤン、マークさん、ススキありがとう。ね、整う、クノを整う、めっちゃいい名前じゃない、クノを整う、クノを整う、なんか深い名前。尾崎セリカどう。確かにお母さんと見るのもありだな、お母さんと見に行くのめちゃめちゃあり。お母さんと見に行った映画は科捜研の女が一番最後です。一番最新のお母さんとの映画いいよね、一人でさ科捜研とかさ、メンバーでこう話せる人がいないから、もう一人で行くのはちょっと怖いなと思って、帰省した時にお母さんと一緒に行った。こんばんは。私恋愛映画とか全然見なくてね、見ないんだけど、この前なんかソルハさんがめっちゃそういう恋愛映画とか好きだから一緒に行ってみたんですよ。したらなんか、そんなことするそこでみたいな、なんか心の中でめっちゃ突っ込みながら見ちゃったなんかそういうさ推理系とか刑事ドラマとかって心の中で推理するじゃん、頭の中で。だからそんな感じで恋愛映画とか見てもみたいな思っちゃって、ダメ、向いてなかった向いてなかったです。でなんか横でさ、ソラハさん行ったんだけど、ソラハさんがずっとなんかケケってもだえてて、恋愛映画みたいななんかやっててさ、それをやってみてさとか思ってて見てたら、なんかその日の向こうのメールになんかパセがキュンキュンしてましたみたいな書かれてたらしいんですけど、私別にキュンキュンしてなかったのにそう捉えられたらしくて、そうフ目があったりしたからだろうね、そういうとこで。あ、パセリも同じことを感じたんだなと思ったんだろうけど、全然です。ケンケンさんカップアイスありがとう。こんばんは。恋愛、漫画もアニメもそういう系じゃないな、見るの全然、私が見るの。エルさんカップアイスありがとう。パセはね、あの鬼滅を途中でやめちゃった人なんですよ。煉獄さんが亡くなってから
なんか、へえって、こんなにいい人がどうしてってなって見れなくなっちゃって、だからね、そう、そっから見てないんだけど、やっぱ見たいなと思ってね。え、無理？もっと残酷ですか？でもこの前気になりすぎてネットで、あの鬼滅の刃最終回ネタバレって調べて見たんですけど絶対やっちゃいけないやつをやってしまったんだけど、面白そうだったから余計見たくなった。ヒヨンさん、ハートありがとう。あとコナンを、コナンの単行本をね、途中までお母さんが買ってて、ちっちゃい頃からずっと買ってて、コツコツ、でもそれが途中で途切れたんですよ。だからなんか映画とか見るときにさ、やっぱ単行本とかのアニメとかいろいろの情報を持ってる方が楽しめるじゃないですか。あ、こことここの関係はどうでとかわかるじゃん。なんかそれも再開したいけど、もうすごいじゃん歴史がね。お母さんが持ってるの一巻からどこまでかも覚えてないし、続きから買うってなったら結構な出費じゃないですかね。追いつきたいけども何年かかるんだと思って。土方歳三さん、カップアイスありがとう。そうなんだよね、やっぱね、人気アニメとかってさ長いからさ、原作を追い始めるともうね、後からハマるともう大変よね。103巻、今103巻なんですか最新が。え、追いつけるかもしれん、それやったら。私のお母さんなんか、ちょっと待って、コナン最新巻104巻が10月発売って書いてる。え、結構お母さん持ってる方かもしれない。いや、これはいけるんじゃない。もしかしたら実家にあるやつと、学童保育で6年間読んできたやつとかとの記憶が残ってれば、途中から購入したらいけるかもしれないよね。ちょっと待って、いけそうじゃない、いける気がする。いけそう、ちょっと希望の光が見えました。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと聞いてみよう今度お母さんに、何巻まで持ってるっけって聞いてみます。今日の服装、髪型、ヘアピンの組み合わせ、今日の髪はメイクさんがしてくれました、ロケだからって言ってまとめてくれて。今日の服装、服装はこれはお下がり、もうヨレヨレです。ヘアピンは前髪切りすぎて浮いてる。大吉さん、カップアイスありがとう。ね、私も思ったよ、いけそうな気がする、あると思いますかと思った、自分でも思った。でもみんな通じるかなって思って言わなかったけど、通じてくれてよかった。髪型は移動が多いから、今日ロケずっと夜まで移動だったから、移動して団子とかするとポニーテールとかすると移動無理なんですよ、椅子の背もたれで崩れちゃって。だから移動向きで、でもボサボサにならないみたいな
やつで相談してこれになった。よかった、通じた。レンタル？レンタルいいね。確かにね、収納もないしこの家、レンタルがいいかもしれない。おみかんさんありがとう。アッティチューデさん、すすきありがとう。合ってるかわかんない。ジロくんありがとう。パスの生誕って注文済み。お、ありがとう。無事に間に合うといいよね、生誕祭までに。いつあるのか分かりませんけど、みんな生誕祭来てほしいから予定開けといてって言おうとしたけど分かんないんだった。開けれないか、分かんないとね。いつだろうね、11月、12月、11月かね。いつあるか知らん、いつあるか分からないですよ。何公演かも分からないですよ。待っててね。とっちゃんカップアイス3個ありがとう。あとパスは免許更新も頑張る。今年2度目の免許更新頑張らなきゃ。犬ちゃんカップアイス10個ありがとう。そう、26日は絶対いないんだ。そうなの、11月26はありません。なぜかというと福岡でチカッパ祭に出演しているので26は確実になしで、11月3日もないです。ゆみりんさんの卒婚なので、11月3日と11月26以外の日になるんじゃないかと予想しています。11月であれば、11月であればね。あとお話し会とかと被らない日、そうやって絞ってこう、どうにかこうにか。11月4日も違う、11月23も違う。11月23はお話し会、11月4日もお話し会だから、3、4、23、26以外の11月かなと私は予想してますが、何一つ分かりません。どうなるかな。ユミリンさんのさ、卒業の時期とかもあるじゃん。そういうのにもよりそうだよね。ねえ、そうよ、生誕だからといって土日にするとは限らないからね。そうなんだよね、それも心配。みんなが来れる日だといいけどさ、みんなが休み取りづらい水曜日とか、なんかそういう火曜日とか週の真ん中ら辺とかだとね、席がスカスカだったりしたら悲しい。結構かなりだいぶめちゃくちゃすごくベリーベリー悲しい。そうだよね、11月12月は生誕続くから、そう、普通のシンプルな公演が見たいって人はうずうずしちゃうかもだよね。あ、そう、アンピーもね、そうだよ、アンピーもそうだよね。いやー、みんなよろしくお願いします。26の誕生日を、 STU 史上2人目の26歳の誕生を祝いましょう。確かに広島で毎回やるけど、広島以外でやるのも全然ありだよね、あの瀬戸内で。だってさ、2期生が入る前とかそういうのあったじゃないですか、出張公演とかでやったりとかあったからね。こんばんは。
みおたん、カップアイスありがとう。ほずみさん、ありがとう。かわいいとカップアイス。ありがとう。はりちゃんさん、あ、確かに岡山で、そっか、そうじゃんね。どうなるかな。まあ広島だろうね、きっと。あ、待って、パスね、忘れてた。私の家の時計止まってるんだった、忘れてました。あれって全然時計進まない、ずっと10時10分だと思ったら、そう、今日朝配信で言ったんですけど、朝起きたら時計が止まってました。めっちゃ不吉、忘れとったわ。あれって、やっぱせ10時ぐらいから配信始めたのにずっと10時10分だわと思ってね。え、そっか、そうだね、時間の進み方ってわからないもんだよなとか思ったら止まってたわ、怖っ。23時21分だった。じゃあ23時半まで配信しますね。電池切れかな。え、もうボケてるよ私も。もっとさ、違和感を感じた方が良かった。そっかーとか普通にこうやってチャッて見て、そっかそっかーとか思って納得してました。怖っ怖っ、やばやば。ちゃんと時計の電池を変えてみる。はあ、何、食べ過ぎてお腹やばいのでお先に失礼します。どういうこと。食べ過ぎてお腹がやばいからお先に失礼されちゃうの。おやすみ。確かに今気づいてよかった。怖っ怖っ怖っ。そうなんだよね、喋ってるとどんぐらい喋ってるか分かんなくなっちゃって。そうよ、今日はね移動中寝たから目はめちゃくちゃ起きてるけど頭が寝てるかもしれん。パセリちゃんが可愛いのでそろそろ寝ます。なんだそれは。おやすみ、明日も頑張ってね。明日も頑張って。さざなみさん、お断りです。ダメです。パパ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 パ。遠征帰りからの一日ロケお疲れ様でした。ありがとう。でも今日は楽しかったよ、めちゃくちゃ。もう早く言いたい、ここに行ってね、こういうことしてね、これ食べてねって。ここで出会った人がこうでああでって。今日出会った人みんないい人だったんだけど、どういうこと。私さ、人間界にこんないい人たちがいるんだと思ってびっくりしちゃったよね。あの番組のスタッフさんもだし、そのロケの先の方々もそうだし、なんかもう人間性をこう、なんていうの、直に触れてというか、なんていい人なんだ、なんていい人なんだと思って。うん、楽しかった一日。 STO か、違います、 STO かじゃないけど、番組のロケでしたよ。NRR0023、 すすきありがとう。そうで、私優しくされたらもう、うわーって、人間ってこんないい人がいるんだと思う。新鮮にびっくりする、なんかびっくりしちゃう、本当にびっくり。へえって思って、なんかね、びっくりびっくりしちゃう、なんかね、なんか普通にびっくりする。へえって、こんなに、へえ、どういう環境で育ったらこんなにいい人になるんだとか思って。あやぱんとかと喋る時もそう思う、毎回新鮮にそう思う。へえ、何を食べてどういう環境で
このあやパンが出来上がったんだろう、すごいってなるね。田辺さん、カップアイスありがとう。しんいちさんもカップアイスありがとう。ハラッシーさん、だるまありがとう。その人の人間性が分かるのはその人が偉くなったと聞いて X に流れてきた。どういうこと？人間性が変わるってこと？立場が変わると？でもさ、人間性のやつで言うとさ、よく X とかで流れてくるのはあれじゃん、お酒が人をダメにするんじゃなくて、お酒を飲んだことによってその人の本性が出てるだけだよみたいなこと言うじゃないですか。それはそうじゃない？お酒を言い訳にしてるけど普段のやつが出てるだけみたいな。こんばんは。そうだよね。わあ、人間性って難しいね。何の番組かはメール取ってる方はきっと分かる。メール取ってる方も服でもうこの服着てるってことはこの番組だわって。パセか沖さんのメール取ってたらもう一発で分かる。書いてるもんね、服にドドンって。いや、パセのは書いてないかな、写ってないかな。いや、写ってるよね、多分分かる。お酒飲むとパセリの話をたくさんしたくなる。わあ、それが本性なのか。本性を暴いてください皆さん。ね、嬉しい。それは人間、人間でいいな。もうそろそろ終わる時間かもしれん。時計は10時10分だけど、 iPad の時計は23時28分だから終わる時間です。キャー、今日はね、本当は23時にロケが終わってっていう予定だったんですよ。なのに予定より早く家に着いたからさ、23時にロケが終わるって予定だったけど、もしかしたらロケが押して帰ってくる時間が遅れて配信できないかもと思って朝15分配信したんだけど、なんとびっくり、なぜかなぜか早く帰ってこれて夜もゆっくり喋れました。びっくりだ。そうなんですよ、だから朝配信したんですよ。そう、びっくり。そうね、時計を直さなきゃ。そう、朝配信5時から5時15分ぐらいまでしたんだけど、なんかちょっとバグってた。お昼配信どうだろう、どうかな、できるといいけど。そう、再販が今日から始まってました。ロケが終わって X 見てメンバーが投稿してて、えと思って STU の公式サイト行ったら始まってました、再販。びっくり、始まるの早と思って。この前終わった、先週とかに終わったのにもう始まってびっくりしてます。よろしくお願いいたします。たけしさん、レインボースターありがとう。マリオ2さん、カップアイスありがとう。ね、びっくりびっくり。再販のおすすめは日付が近い日がおすすめです。完売とか出てるメンバーもいるみたいなんですけど、今回から60分制から90分制になったから完売が出にくくなってるんですね。前より、前は60分の時間の分が売れたら完売だったけど、それが伸びてる分完売ちょっと難しくなってて、やっぱ完売って文字を見るとやばい、空いてる日で今のうちに取っとかなきゃみたいな人間の心理が働いてっていうのがあっただろうなって私は思ってて、でもさ、
完売がなかったら、まあ、いつでも取れるかみたいな感じでのんびりしちゃうと思うんですけども、お早めにチェックを早めに、日付が近い順のやつから再販はなくなっていくので、あとのもう来年の分とかはまた来年ね再販とかきっとあるから、近いうちがおすすめかなと思います。でもみんなよくお財布と通帳と家族となんかいろいろ職場とかとそういう個人のね個人のあのスケジュールとかいろんな問題と相談しながら着てみてください。無理せず着てみてください。よろしくお願いします。確かに職場には相談しにくい、そうだよね、職場のあの仕事の会議とかと相談しつつ、スケジュールと相談しつつで、よろしくお願いします。転職活動中なのでケリがついてからにします。うわー頑張って、うわー大変な時じゃん。転職だって働きながら次のやつのさちゃんと見極めをせんといけんから大変だよね。頑張ってね、無理せず体調とか気をつけて。こんばんは、彦星女彦星なん、私が織姫ってこと、お先の織姫では。犬ちゃんだるまありがとう、めちゃめちゃカラフル、パセリのテロップと似てる、ありがとうだるま、演技良さそうだ。ゆいさんカップアイスありがとう、カップアイスカップアイス。リネさんススキ10個ありがとう。終わりましょう、壇上行きます。目が閉じてきた、眠くなかったのに、移動中寝たっけ眠くなかったのにもう目が閉じてきた。お風呂頑張ります。では行きます。13位スプマンテさん、12位ジンダイさん、11位ジノラゴさん、10位クワドリさん、9位しんいちさん、8位ユサナコさん、7位オミカンさん、6位アッチャさん、5位ワウワウさん、4位カメさん、3位フクちゃん、2位山崎さん、1位シェンさん、ありがとうございます。ありがとう。では皆さん明日も元気に頑張ろうね。お休み中、バイバイ、おやすみミンゼミ、おやすみみずく、おやすみみりん、おやすみ、おやすみ。